ようございます。今日はですね、明日から、第3戦ですね、東京ジークスターとの試合に向けて明日、出発します。で、今日はその前日練習なんですけれども、ですね、僕ら琉球コラソンはですね、基本的に遠征はお金の事情とかもあってだいぶ人数を絞っていきます。で、他のチームは、まあ、ハンドボールはだいたいベンチ入りメンバーが16名プラス、登録の選手はね、だいたい全員連れてくっていうのが他のチームなんですけれども、うちらはですね、まあ、ちょっとそんな余裕はないので人数を絞っていきます。連戦になれば、まあ、14名選手14名プラス監督とトレーナーみたいな感じでいきますし、1試合だけの時はだいたい13名選手13名ぐらいで例年だったら行く感じになってますね。なので遠征行くためにはその中に選ばれる必要が出てくるんですけれども、まあ、大体まあ試合前の練習でチーム分けがあって A チーム B チームみたいな感じでチーム分けあるんですけど、まあ、そのチーム分けの具合とかから、まあ、今週自分が選ばれるかどうかっていうのは、まあ、大体予想はつくんですけど、まあ、それでも結構この当落線上にいたり選ばれたら選ばれなかったりすることがある選手は結構いつもドキドキしてこの瞬間を過ごしています。で、うちらはですね、いつも前日、明日出発なので前日に遠征メンバーが発表されるので、結構今日がそのね前日練習の日なので、そのリアルな選手のメンバー発表っていうのをねお伝えしていきたいと思います。体温は正常です。またお母さんに一言また今週はずっと勝ちますよ。いいねいいね。あのトンボ乗っけないでください。何何トンボ乗っけないでください。お母さん喜ぶわこれ。ウッチどうしたの。新入部員のジャガイモです。ジャガイモです。よろしくっす。先輩先輩頑張りましょう。おいおっそっ。カメラですか。ん、ここ気をつけてください。あっち網気をつけて。いきます。よーいスタート。自分のためにもうちょっと戦った方がいいな。恥をかきたくないからみんなやるからにトップリーグ。戦った方がいいな。いやー、全員飛ばすなよ。普通に飛ばしてみんなよ。いや、初動かのやつは今だろ。まあ、今回の遠征はね、外れてしまったんですけど、まあ、正直、まあ、やっぱり悔しいですよね。ある程度なんかまあ予想はしましたけど、まあ、こんなね、遠征に外れたりとか入ったりとかドキドキっていうのをね、ドキドキするこの発表っていうのは、
こう7年僕8年目ですけどね、もうずっと続けてきましたけど、やっぱり悔しいのは変わらないし、やっぱどっかで自分だったらこんなことできるのにっていうね思いはあるんですけど、やっぱりこのそれって試合に出てねなんぼなので、もうその試合にの舞台に立てないっていうことは単にね自分の実力不足っていうだけなんで、まあやっぱりそこの監督の信頼とかを射止めて、まず試合に出れるようにね頑張っていくしかないかなっていうところで、まあこんなところで腐ってらんないんで、リーグはどんどん続いていくんで引き続き頑張っていきたいなと思います。まああとは今回はパソコンの前でみんなの勇姿を文句言いながら応援したいなと思います。まあ、今日はこれからもうね不適されて寝たいところですけど、ショートオフ会行って、で仕事からの当直なんで、まあ、そっちの方もね切り替えて頑張っていきたいなと思います。